文章の中でですね、こういう言葉、ある種のとか、ある意味でっていう言葉で、こういう言葉を、関してその論述を行っている方っていうのが、ちらほらいたんですね。で、これはですね、ぜひともですね、撤廃していただきたいっていうふうに思ってますね。基本的にある対象の輪郭をぼかしていくっていう、そういう作用があってですね、そのこと自体は悪いわけではないんだけども、ただじゃあなんでそれぼかすんですかっていうようなツッコミにきちんと答えられていないのならば、わざわざぼかして論述する意味っていうのが、なくなってしまうと思うんですね。もっと端的に言うとですね、こういうふうにある種のとかある意味でっていう言葉を用いているとき、我々の多くはほとんどものを考えずにある種のノリで、それ使ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。私自身もそういうところあるんですけど、で、こういうふうな言葉を書きたいなっていうふうに書いてて思ったときね、ぜひある種のじゃなくて、じゃあそれってどんな種類なのっていうふうに、自問する先生みたいなものをさ、書っといてほしいんですよね。ある意味でも同じだよ。ある意味でっていうふうに書きたいなっていうふうに思った時に、すぐにじゃあそれってどういう意味なのっていうふうに反問する、そういう小さな教師っていうものをご自身の心の中に立っていてほしいと。私が物を書いている時に、決して使わないわけではないんですよね。ある種のとかある意味でとか。ただ私が使う場合は、これ使った次の段落、あるいは次の段落とかで、つまり直後っていうことですけども、できるだけ近い場所で、先ほど私はある意味でっていうふうに言葉を用いました。で、その意味は何なのかっていうことを、まさに自己言及的に、明らかにしていくっていうような癖をつけたんですよね、ある時期以降から。で、これは皆さんが論文をお書きになる時もぜひ気にしておいてほしい言葉であると。ある種のっていうふうに使いたくなったら、じゃあそれどんな種類ですかっていうふうに問う。